はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、はい、ワンピースですね。ワンピースからロロノアゾロ、はい、こちらね、ジャンプの応募者全員サービスで購入することができたフィギュアです。はい、それがね、本日届きましたんで、こちらを開封していきたいと思います。まあ早速ね、箱の外観をちょっとぐるっとね、回転させて見ていきましょう。はい、箱もね、至ってシンプルですね。うん、まあ、とにかく、箱自体がモノクロですね。はい、カラーが一切ない、まあ、シンプルイズベースト。ということでね、では早速ブリスターだと思いますんでね、そちらの方まで持っていきましょう。はい、ブリスターの状態ですね。ではこちらも回転させてみたいと思います。ということでね、では早速ブリスターから開けてみたいと思います。はい、開封してね、刀とかもね、取り付け終わりました。見ていきましょう、こちら。はい、いや、このシーンかっこいいんだよね。まあ、あのアニメではまだ行ってないんでね、ちょっとネタバレ感はあるんですけれどもね、ここでね、ゾロがね、地獄の王にっていうセリフを吐くんですよね。めっちゃかっこいいよな。で、まあ一応ね、細部を見ていきますと、まず、まあ、漫画から飛び出したようなフィギュアになってるんで、このシリーズはね、まあ他の作品でも出てますよね、応募者全員サービスで。はい、でこのコミックもね、ちゃんと漫画のイラストが入ってるんですよね。そういうところは細かく再現されてるんでね、いいと思います。はい、でそこからシュルルルンって煙を上げてダーンって出てきてる感じ。はい、でまあ台座はね、この裏はね、柄も何もないんですけれどもね、ここはちょっとね、その時のジャンプの表紙凛として欲しかったかなと思うね。そうすれば完璧だったかなと思うんだけど、裏はね、のっぺりしちゃってるんだよね。ちょっと安っちい感はある。でこの文字ね、ドン、で顔、まあ顔もね、まあゾロだって一発でわかる感じにできてますんでね、いいと思います。ただね、まあ、欲を言えばっていうか気になっちゃうのが、まあ刀だよね。刀がなんでこんな安っちいのかなってなんかね、めっちゃ安っちく感じるんですよね、刀が。このエフェクトもね、なんかが安っちいんだよね。特にこの黒いエフェクト、なんかね、めっちゃ安っちい。この剣の切っ先もね、すっごい丸くなってるんだよね。なんか安っちいんだよね。木刀みたいな感じになってる。この黒のエフェクトは何なんだろうな。なんかほんとね、成形色丸出しのプラスチック。こう上から見ると刀のこう厚さとかもね、なんかのっぺりしてるんだよね。まああとはもう全体的にもうね、成形色ですね。特に塗装されてるような感じはしないんだよな。まあ良くも悪くも一番くじのフィギュアショーと同じ感じかな、作りは。アミューズメントくじのね、5000円くじとかありますけれども、それと同じ価格なんですよね。まあこれ1体5500円なんで送料込みね。
なのでそう考えると、まあ今の時代じゃこれが限界なのかなとも思うけれどもね。裏面もねこういう感じで、うん、全く何も塗装も何もされてないんで、なんか安っぽさが本当ね悪い意味で表に出ちゃってる。とにかくこの台座が本当気になってしょうがないな。まあ見えない、まあ前から飾ればね見えない部分ではあるんですけれどもね、こういうところとかは。鞘はね、刀の鞘はまあそれなりに、よくできてはいるんですけれどもね。肌の部分は特になんかこうシャドウが吹かれてるとかそういうのもないんで、まあ、陰影が本当ないですね。本当のっぺりした感じ、成形色丸出しって感じだね。好きな芯だけあってね、もうちょっと丁寧に作ってほしかったなぁ。まあ、今回のこのフィギュアに関してはね、ちょっとベタ褒めできる箇所はないですね。かっこいいはかっこいいんですよ。構図がかっこいいからかっこいいんですけれども。もうちょっとなんとかできなかったかな。ちょっと残念ではある。これで5000円かと思うとどうなんだろうと思うね。いろいろねこのシーンでいろいろ考察がねあるらしいんですけれどもね、地獄の王になるみたいなことを言ってるんで、まあ、これを機にねゾロの異名が海賊狩りのゾロから猿王ゾロになるんじゃないかっていうね考察まで飛び交ってるんですけれどもね。ロジャー海賊団のね副船長のレイリー、それの異名がね冥王レイリーなんでね、だからほぼ副船長であるねゾロが猿王ゾロって名乗るのもねありえそうな話ではありますよね。まあなんだかんだでね、とりあえず今回のこのフィギュアはね、なんだろうな、とにかくね刀がねめちゃくちゃチャッチー、これだけはねちょっと褒めれないですね。びっくりするぐらいチャッチー。まあでもねこれを見てねぜひ参考にしていただければなと思いますね。買うまいか悩んでる人ね、まあフリマとかねオークションで売ってますんでね、まあ果たして5000円以上出して買うものかどうか。とにかくねこのエフェクトとか刀がもう 100均レベルなんですよね。100均にありそうな素材なんですよ。あとにかくこれは残念でした。まあでもね、まあ自分の推しキャラなんでね買って後悔はしないです。推しなんでね。といった感じでね、今回はジャンプから応募者全員サービスのねゾロ、鬼ヶ島編のゾロですね、はい、そちらのラストバトルのワンシーン、これをご紹介させていただきました。一応ね最後はいつもの背景にして回転させてお別れしたいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。